今回は、お隣さんがラオスで大規模なダムの建設を行った結果世界中に悪名を知らしめた件について紹介していくぜ。またケイ国がやらかしたのね。お隣さんのことだから、ちょっと聞くの怖いんだけど。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。霊夢サバイディ、え？サバイディ？今日は、何語で話を進める気なの？もちろん、日本語で話していくぜ。サバイディとは、ラオス語でこんにちはって意味だ。ラオス？数年前にニュースで見たことがあるよ。どんな国なの？ラオスの正式名称は、ラオス人民民主共和国と言うんだな。昔から仏教を信仰していて、町には寺院が多いんだ。親日国としても、日本と60年以上の交流があるだぜ。寺院か、日本で言うと、奈良？京都？みたいな感じかな？そうだな、寺院が多い点は、間違っていないな。経済的に豊かではない、ラオスのために、これまで日本は、継続的に支援してきたんだ。ラオスの発展に協力的な日本なんだぜ。最近は、インフラの整備もされて、政治も経済も、安定しているんだぜ。そうなんだ。日本と、付き合いも長いんだね。ラオスって、どのくらいの大きさなの？ラオスはね、インドネシア半島中央部の内陸国で、日本の本州と同じくらいの面積なんだぜ。国のほとんどが山岳地帯なんだ。自然豊かな国なんだね。もしかして、民族衣装があるのかな？そうだ、良いところに気づいたな。ラオスの伝統工芸といえば、織物が、有名なんだぜ。特に女性は、シンと呼ばれる、タイトスカートみたいな伝統服があるんだ。そうなのね。流行りの最先端じゃないの。でも、なんだか窮屈そう。そうだよな。一見、窮屈そうに見える衣装だけど、ウエストをホックで留めるだけなんだぜ。そうなのね。民族衣装って派手な模様も多くて、おしゃれだよね。きっと、人々も優しいのかな？そうだな、ラオスの人々は、優しくて穏やかなんだ。だから、争いことが苦手な性格だと言われているだぜ。自然の中で、のんびりした雰囲気か。素敵な国だね。行ってみたくなったわよ。そう思うのは、霊夢だけじゃないんだな。アメリカで有名な、ニューヨークタイムズに世界で一番行きたい国として、選ばれたこともあるんだぜ。こんなに、魅力がいっぱいのラオスで、ダムの決壊事故が起きたんだね。そうだぜ。2018年に、ラオスに建設中のダムが決壊して、大惨事になったんだ。想像してみて、建設中のダムが決壊して、突然、土砂を含んだ洪水に巻き込まれることをな。もう、想像しただけで、怖いわね。生き埋めみたいな。ふ、そうだよな。このダムを建設していたのが、渓谷の大手建設会社で、SK 建設だったんだ。結果、建設に携わった渓谷は、ありえない主張を続けて、世界各地から、非難の嵐だぜ。嵐？嵐？ほう？ドリーム？なあ、霊夢、そんな夢の詰まった話じゃないんだな。あ、ごめんよ、つい話を続けて。このダム決壊事故をきっかけに、日本が称賛され、反対に、渓谷は非難されるようになるんだ。なぜなら、渓谷は、この事故の責任逃れをしようとしているんだぜ。責任逃れ？渓国がやりそうなことだわ。だけどなんで、日本が称賛されることになったのか、気になるわよ。問題が起きた経緯を解説していくぜ。ラオス南部で建設中だった、セピアンセナムノイダムの補助ダム、通称ラオスダムと言われているだぜ。ラオスダムは2つの主となるダムと、5つの副ダムがあるんだ。問題が起きたのは副ダムだぜ。すごく大規模な、ダム建設だわ。ダムって、1つじゃないのね。そうなんだぜ。ラオスダムは、3つの企業が、合同で建設を進めていたんだな。渓谷の SK 建設、韓国西部発電、ラオスの国営、ラオホールディングス公社、タイのラチャブリ発電だぜ。合同で建設していたのね。渓谷に批判が殺到したってことは、もちろん筆頭株主は、SK 建設ってことよね？そうなんだぜ。筆頭株主は、出資率 26% だった SK 建設だ。つまり建設は、SK 建設のもと動いていたんだな。水資源を利用して水力発電を行い、電力を輸出することで、経済成長を推進させる目的だったんだ。よくよく考えたら、電力を作れる、水の力ってすごいわよ。そうだな。ラオスは、アジアのバッテリーを目指し、電源開発に力を入れていたんだ。このラオスダムで、発電される90は、タイへ売電する計画だったんだ。そうなんだ、ラオスは、山岳地帯を生かして、ダム開発にも、力を入れていたんだね。2013年から建設され、2017年には貯水開始、そして2019年に完成予定だったぜ。事故が起きた、2018年7月23日は、ラオスダムは、進歩度 92.5% と、完成間近だったんだ。完成間近で、事故が起きたのね。一瞬で水の泡か、なんだか切ないわよ。実は、この事故が起こる、3日前から、予兆があったんだぜ。そうなの？
なんだか嫌な予感だわ。事故が起きる3日前、7月20日、このエリアは、7月18日からの台風9号によって、集中豪雨が続いていたんだ。この影響で、補助ダム5カ所のうち、1カ所で、11センチも沈下していることを、確認しているんだぜ。え、集中豪雨で沈下するダムって、ダムと言えるのかな？そう思うよな。これじゃあ、ダムの意味がわからないぜ。しかも、この沈下の状況を SK 建設は、許容範囲と考え、何も対策をしなかったんだ。え、嘘でしょ？許容範囲って、考え甘すぎじゃないかな？そして7月22日も、雨が降り続き、午後9時の時点で、10カ所で、沈下を確認していたんだ。さらに、2日前は、沈下11センチだったのが、1メートルまで拡大しているんだな。すごい広がってるじゃないの？この状況はさすがに何か、対策してるのかな？驚くことに現場にいた、SK 建設の作業員53人は、危険を察知して、早めに避難しているんだぜ。え、先に逃げたってことかな？そういうことだ。もう言葉を失うよな。だが、警告の悪用はこれだけじゃないだぜ。7月22日の沈下拡大を受け、SK 建設は近隣の下流地域だけに、避難要請を出すんだ。つまり、それより離れた下流には7村あったけど、この時この7村まで、避難要請が出ていなかったんだな。なんでよ、危険を察知しておきながら、対応がずさんすぎるわよ。そして、7月23日の午前3時、SK 建設は、ダムの水位を下げるために、1カ所から、水を放出し始めたんだ。同日の午後12時、ようやく、ラオス政府は状況を知ることになったんだぜ。SK 建設から、ダム決壊危険と知らせを受け、正式に、避難命令を出すことになるんだな。ラオス政府も、びっくりだよね。互いに、コミュニケーション不足もあったのかな？そうかもしれないな。密に状況を確認していれば、もっと早く、避難できていたかもしれないな。避難命令が出て、数時間後には、7月23日の午後20時、ダムが決壊。7月24日の午前9時、下流7村が冠水したんだぜ。こうやって、大悲惨な事故が起きたんだ。どう？経緯がわかったかい？うん、疑問なんだけど、なぜ7月21日の、状況説明がないのかな？気づいたな。そうなんだぜ。7月21日は、状況を確認したのかさえ不明で、記録がないんだ。7月20日からの沈下が広がっていく中、見て見ぬふりしてたのかと思うと、ゾッとするわ。それにさあ避難要請といい、正式な避難命令といい、対応が遅すぎて、イライラしていたわよ。そうだよな。対応が早ければ、被害もわずかで、済んだかもしれないよな。被害状況を聞いて、体調を悪くするなよ、霊夢。覚悟して聞くよ。行方不明者が60人以上、死者が40人以上、その他の被害者は、6000人以上だった。家だけじゃない、畑も家畜も、すべての財産を、一瞬で奪われたんだぜ。一面、土砂まみれ、壊滅状態だ。想像しただけで、胸が痛むよな。2023年、事故から5年経った今も、見つかっていない遺体は、多いんだぜ。凄まじい事故だね。こんな大惨事が起きたら、他国に被害は、なかったのかな？いや、ラオスだけじゃなく、隣国カンボジアも、被害に遭っているんだぜ。2万、5000人が避難を強いられたんだ。放出された水量は、50億立方メートル、東京ドーム約4032個分だぜ。約5キロ離れた場所まで、流れているんだな。なんてことよ、50億立方メートルって、聞いてもピンとこないけど、東京ドームの例えは、わかりやすいわ。カンボジアまで、被害に遭ってるなんて、ダム崩壊事故の、悲惨さがわかるわよ。泥水に、浸かった家の屋根に逃げる住民や、ボートで救助される様子も、報道されたんだ。ニュースで見たことがあるわ。小さな子供抱えて、泣いている親を見て、言葉にならなかったわよ。なぜ、こんな悲惨な事故が起きたのかな？原因が気になって、しょうがないわよ。そうだよな。ラオス政府も SK 建設も各方面で、原因を追求していくんだけど、2点3点して、状況が変わっていくんだぜ。まず1つ目に、事故が起きた時期に、台風9号の影響で、集中豪雨が続いていたことだ。そもそも、この集中豪雨の影響で、最初の沈下を確認しているんだな。1週間の雨量が、1100ミリ程度に達しているんだ。1100ミリって、どれくらいの雨の量かな？雨量の目安として、40ミリを超えたら、傘を差しても意味がない程度、避難の準備が必要なレベルなんだぜ。この時、すでに至るところの道路で、水没するなど、損壊の被害は出ていたんだ。つまり、単純に道路が使えなかったんだ。そうなのね、集中豪雨の規模が、よくわかったわ。そして2つ目に、復旧作業が難航していたことだ。ここにも、SK 建設の悪用があらわになるんだ。二重化の沈下の時点で、何も対応せず、22日にようやく、復旧作業を始めようとするが、まず、復
旧装備がなかったんだぜ。え、どういうこと？旧装備がないって、なんでなの？ SK 建設は、ダムの完成を、予定より、5ヶ月も早く済ませ、すでに復旧装備を、撤収していたんだ。これは安全性を完全に無視したやり方だな。早期完成したことで22億もの大金を、受領したことも明らかになったんだ。結局、SK 建設は安全性より、利益のために、こんな行動をしていたのね。そういうことだぜ。だから、復旧装備がない最悪の状況下で、復旧作業をすぐには始められなかったんだな。結局22日も復旧装備を手配しただけだ。何も作業をしていないんだぜ。そうなのね。整備がなけりゃ何もできないわよね。23日に復旧装備が届くんだけど、ダムの沈下を確認し作業困難と判断し、この日も復旧作業はしていないだ。そして3つ目は避難要請命令の遅れだな。避難要請が出されたのは建設ダムの近隣下流地域だけだったことだ。つまりそれより離れた下流には7村あったけど、これらの住民は状況を知らなかったんだぜ。状況がわからず、いきなり土砂に流された感じものすごい怖いわ。そうだよな、ほんと怖いな。避難命令の大事さは日本もよく知っているじゃないか。そうよね、日本も大きな災害を経験しているよね。そして4つ目は、SK 建設は設計プランを変更していたことだ。うわ、いくらでも出てくるわね。恐るべし警告。SK 建設は提示した設計プランよりダムの高さを平均65メートル低く作っていたんだ。これも予算をカットし、過度に利益を得るためだな。もうほんと、ありえない話だね。ここまで多くの問題が浮き彫りに出てくると、そりゃ警告に避難が殺到するのも納得だよな。避難が殺到し黙っているわけない。警告は原因はこうだと主張を始めるんだ。予想以上の大雨でダムの貯水量を超えた、決壊した全ては集中豪雨のせいだ。そう、自然災害のせいだと主張したんだぜ。自然災害のせいだって？自国の過失は知らんぷりなのね。自然災害だと主張する SK 建設だけど、ラオス政府も黙っていなかったんだ。悲惨な事故の原因を探るため、国際大ダム会議の代表者らで構成された独立専門家委員会が調査を行うんだな。国際大ダム会議とは1928年に設立され、本部をフランス、パリに置き、世界85カ国が参加している団体なんだぜ。何をしている団体なの？ダムの設計や保つ工、保守、安全性、合理性、経済性などすべて踏まえて、調査や研究を行うんだ。調査のために、スイスやモロッコ、カナダから有識者を招いて、原因追及を始めるんだぜ。ちゃんと専門家が、調査しているのね。そして、見解はこうだ。数日降り続いた雨が、多かったとしても、貯水量の上限は下回っていた。だから、集中豪雨の影響は関係ない。ダムの基礎作りに、原因があると結論を、出したんだな。結局、基礎に問題が起きていたのね。そして、ラオスダムの事故から約1年後、自然災害のせいだと捉えることはできないと2019年5月、ラオス政府は記者会見を開いたんだ。一部では、SK 建設の手抜き工事により事故は起こった人為的災害だと報道されたんだな。もちろん経緯にも引き下がらない、科学的な根拠がなく、同意できないと反論するんだぜ。そうだよね、何を言っても。警告は自己責任を認めないよね。普段穏やかなラオス国民も警告への不満が爆発したんだ。なぜなら警告からの支援もなく、村の住民は失望し憎んでいたんだな。ここまでして支援の一つしなかったのね。そりゃ憎まれて当然よ。これはラオスだけじゃなく、イギリスなど海外でも警告の SK 建設が問題視されているんだ。驚く対応をする警告だけど、これまでにも多くの事故を起こしているんだな。え、他にも事故を起こしているのね。そうなんだぜ。これは一部だけど紹介するぜ。1994年、清水大橋崩落事故。橋の中央部分が48棟にわたり崩壊、死者32人、負傷者17人を出した事故だ。そして1995年、水戸百貨店崩落事故。売り場の天井のひび割れを放置し崩落、死者502人、負傷者937人、行方不明者6人の事故だぜ。え、こんなに立て続けて、事故が起きていたのね。毎回、被害の規模が大きいわ。そうだよな、翌年も事故を起こしているんだな。1996年、KB ブリッジ崩落事故。中央部から真っ二つに折れて崩落したんだ。死者2名、負傷者4名以上の事故だぜ。この KB ブリッジは、2002年日本が再建し、通称日本パラオ友好橋と言われているんだ。そうそう、日本が再建したって、ニュースで、見たことがあるわ。警告の建設会社が、いかにずさんな工事をしてきたのか、よくわかるよな。いわゆる手抜き工事によって、こんな事故が、相次いで起きているんだね。受注する側の、リスクが大きいよね。ほんと、
そうだよな。渓谷の建設会社の評価は、海外でも、どんどん下がっているぜ。こうした実態を、知っているからこそ、ラオスダムの事故も、渓谷に原因があると、海外の人々も、確信しているんだ。ずぶとい、渓谷さらに、責任逃れをするべく、動き出すんだぜ。まだあるの？どんだけ言い訳を並べるつもりよ。この後、渓谷は突拍子もない行動をするんだな。そうなのね。渓谷の手荒な行動に慣れてきたわ。日本の大手ゼネコン関係者の証言によると、ラオスダム建設の入札段階では日本企業も参加していた。当時、日本が提示した設計プランより渓谷は安く短期間で完成させると言い出したと、ジャーナリストの加賀隆秀氏が執筆した記事があるんだ。もちろん、建設過程を知っている関係者たちは、そんなことは不可能だと、噂もされていたんだぜ。その時点で、噂になるほど、ひどい設計プランだったのね。この記事が本当なら、そもそも渓谷は、無理だと言われていることを、無理やりにでも通し、事故を起こしたことになるな。ここで、渓谷の主張は、再び変わるんだ。出資していた日本が関わっているから、日本のせいだと言い出すんだぜ。もう意味がわからないよ。そうだよな。渓谷のネット上には、こんな情報まで流れていたんだな。ラオスダムの事故は、日本のせいだ。日本の設計プラン通りに、建設したから、事故につながったんだと。それからも、渓谷の主張は変わらず、出資していた日本のせい、日本の設計プランのせい、だってな。なんてこと？こんな辻褄が合わない話、誰が信じるのよ。そもそも、日本の設計プランを渓谷が持っていたのかな？本当に、設計プランがあったのか謎なんだ。仮に、存在していたのなら、設計通り作れない、渓谷の技術不足も問題だな。ほんと、そうだよね。作れませんでしたって、言ってるようなものね。日本は、ラオスの経済発展に協力し、ラオスダムの建設に出資していたのは、事実だ。だが、渓谷が提示した設計プランから、進行状況など確認した際に、適時検査をするべきだと、指摘しているんだぜ。渓谷は、この指摘さえも無視していたことになるな。ひどいよ、ほんと日本だって、こんな濡れ衣着せられ、黙っていられないよね。もちろん、日本のネット上でも、この理不尽な、渓谷の言動に、批判の声が、多く上がったんだ。こんな、ひどい話はないよ。日本は、親日国としてラオスの経済発展に、協力したかっただけなのに、責任を、押し付けられるのは、馬鹿げている。どう考えても、SK 建設の責任だろうなど当たり前の反論をしたんだぜ。そりゃそうよね、海外にも、このニュースは伝わったのかな？そうだ、海外では、責任逃れしようとしている、渓谷に対して、こんな厳しい意見もあったんだぜ。技術もないのに、引き受けるから、毎回、こんなことになるんだよ。信頼も失った渓谷は、今すぐ謝罪するべきだ。いつも失敗すると、日本のせいにするね。言い訳ばかりで、もううんざりだよ。人に、謝ることができないんだ。こんな風に、叩かれていたんだ。むしろ、ここまでして潰れていない SK 建設に、びっくりするぜ。事故が起きた当初は、自然災害だとかほざいていたけど、問題が大きくなり、隠しきれなくて、日本のせいにし始めたのかな？その可能性は、十分に考えられるな。なんかあれば、日本のせいいつもの手だよな。もう聞き飽きたわ。これだけ被害が大きかったけど、家を失った住民は、どうしているのかな？事故が起きて、避難住民たちは、テントだったり、仮設住宅で、生活をしているんだぜ。だけど、ラオスの日中は気温が高く、熱のこもる、テント暮らしは、耐えられるものじゃなかったんだ。被害に遭った挙句、被災地でも、こんな待遇を受けていたのね。過酷な環境下で、物資補給が安定せず、栄養失調など、二次被害も起きていたんだな。壊滅状態になった村は、復旧するのではなく、別の場所に新しく村を作ったそうだぜ。事故から2ヶ月後には、日本の国際協力機構などが、テントを支援しているんだ。ここでも、日本は動いていたのね。そうなんだぜ。けれど、避難住民に対して、テントの数は、全然足りていないのが現状だな。復旧まで、5から10年はかかると言われていて、事故から数年経っても、テントや、仮設住宅暮らしなんだ。二次災害まで、なんてことよ。2021年に、700件の移転住居が完成予定だった。だけど、間に合っていないんだな。さらに、追い打ちをかけるように、新型コロナウイルスの影響で、作業が難航し、2025年まで、ずれ込むと言われているんだぜ。すべての財産を失い、不衛生な環境で生活しているのね。先ゆえ見えない将来に、不安しかないよ。このラオスダムはその後、どうなったのかな？2020年、ダムの再建が始まったんだぜ。国際的エネルギーの専門家のもと、再建したんだ。国際的エネルギー？
堅苦しい名前だこと。ベルギーにルーツを持つ国際企業だ。要は SK 建設の技術だけでは再建が不可能で、この企業に力を借りているんだな。もう？そもそも警告が関わらなければよかった話ね。それは言えてるな。 SK 建設は保証と復旧費として約8280億ウォンで合意をしているんだぜ。でもあくまで手抜き工事を認めるわけではなく、被害者への見舞い金だと主張しているんだな。保証金を出す時点で認めているように感じるけれどね。そうだよな。会社の財務状況が悪化したという理由で、本来被害者に1日あたり約3000円の保証金が支払われるはずだったのに、全く支給されていないんだ。最後の最後まで非を認めない警告だわ。日本はこの後賞賛を受けるのかな。そうだぜ。日本の行動は素晴らしかったんだ。警告に責任を押し付けられたものの、事故が起きてすぐに動いたのが日本なんだぜ。事故後迅速にテントや毛布など国際機関チャイカを通して緊急支援物資を送ったんだ。この日本の行動をラオスの人々の SNS を通して広まり、日本を称賛してくれたんだぜ。さすが我らの国日本だわ。日本人として誇らしい行動だね。ラオスから日本に対して感謝の声はものすごく反響が大きくて、その中にもこんなブログがあるんだ。ものすごく感動する内容だから紹介するぜ。ラオスから日本へ送ってくれた内容なのね。聞くの楽しみだわ。ラオス国民を助けてくれた日本の皆さん、ありがとう。日本も同じように苦しんでいながら助けてくれてありがとう。感謝の気持ちをどう日本に伝えればいいのかわからないけれど、日本は改めて優しい国だと思い知りました。泣けてくるわね。ブログを書いてくれただけで思いは伝わっているわよ。そうだよな。まだ続きがあるんだぜ。助けが必要だった私たちのため迅速に行動してくれて嬉しかった。日本がしてくれたことは一生忘れません。苦しい時に助け合える日本と私たちは固い友情で結ばれているから、日本はとても大切な友人です。どう？同じ日本人としてすごく温かい内容に癒されただろ。本当ね。日本のことをこれだけ大事に思ってくれている、感謝の気持ちは国境を越え届いているのね。失った全ての財産を取り戻すのは時間がかかるけど、1日も早く安心して暮らせるようになってほしいわね。親日国としてもラオスとの関係をこれからも大切にしていかないといけないな。結果警告は批判の声が殺到し、日本は称賛されることになったんだ。そういうことか。結局ダム決壊の原因は何だったのかな。各方面で様々な見解が出ているが、未だ終わっていないんだぜ。SK 建設に対して、基準に満たない低水準の建設、利益のために行った設計変更、ずさんな工事、危機管理不足、修復装備を撤収していたこと、事故3日前に、ダム決壊危険を察知していたことだ。それにもかかわらず、ラオス政府に、重大性を、警告しなかったことなど非難の声が消えることはないんだな。こんなに病院が出てくるのに見苦しい言い訳ばかりしているのね。そうだよな。見苦しいにも程があるよな。警告はそろそろ日本のせいにするのをやめた方がいいよね。それはそうだな。自ら私たちは自業自得な行動をしましたと言っているようなもので恥ずかしくなってくるぜ。ということで今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。